サンマートは愛知県小牧市に本社を置くスーパーマーケット運営企業である株式会社サンショップが運営する店舗の屋号である。店舗はいずれも岐阜県都市に所在する。本項目では2019年途中までサンマートを運営していた企業である株式会社主婦の店と紀店についても説明する。主婦の店と紀店は本社を岐阜県都紀市に置き、 CGC グループに加盟していた。グループ企業を通じ、外食事業、重度心身障害者施設運営も行っていた。2019年に運営会社が、主婦の店、時点から、株式会社サンショップに移行され、三河屋グループによる運営となった。なおこれにより、主婦の店、時点は、スーパーマーケット事業から撤退し、不動産業へ転換した後、 2020年7月1日に事業を停止し、事後処理を弁護士に一任。同年9月9日に、岐阜地方裁判所多治見支部から破産手続き開始決定を受けた。三河屋グループへの譲渡後も、サンマートの野号は維持されている。サンマート事業本部とサンマート本店の建物は、岐阜地方裁判所多治見支部で不動産競売にかけられることになった。 主婦の店、時店の破産管材人、サンショップ、三河屋の三社が、岐阜地方裁判所田地見支部に対して行った陳述によれば、サンマート本店の建物は、変電設備の老朽化が著しく、変電設備に PCB が使用されており、変電設備の回収費用や PCB、処理費用だけでも1800万円以上が必要である、ことが明らかとなったほか、 変電設備が故障した場合は、サンマート本店自体が閉店に追い込まれていたことも明らかとなった。2021年10月21日に行われた改札の結果、サンマート事業本部の建物は2700万円で、個人にサンマート本店の建物は2525 25万円で、法人へそれぞれ落札された。ありがとうございます。